はい、おはようございます。キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね、うちの子供の教育というかね、あり方というか、まあ、今の現状というのをちょっと話したいと思います。今日はね、朝からね、うちの子供とちょっとね、一悶着がありましたね。子供はね、箸の持ち方が下手なんですよ。だから箸の使い方が下手なんですね。でね、ちゃんと持ち方を教えて、まあ、うちの嫁さんが何度も教えてるんですけど、なかなか治らないんですね。で、まあ、YouTube で動画で箸の使い方っていうのを乗っ取るから一緒に見ようかということでね、動画を流すんですけど、その通りやらない、自分のやり方をこうやり通そうとするんですね。でね、うちの子供説明もちゃんと聞かないんですよ。1から10ある説明を見てもね、1、2だけ見てね、できた気になって自分流でやろうとするんですね。もう悲しいほど僕にそっくりなんですよ。それでね、将来苦労するやろなっていうのはね、もう手に取るようにわかるんですね。頭の回転が速いというかね、自己流にこだわるというか、とにかく結論を急ぐ体質というかね、前置きは一切いらんのですよね。それを見ててね、よく僕とね、ぶつかるんですよ。僕も同じタイプなんでね。だからお前話聞けて。お前これこういう持ち方せんと、この上の端が、上の端なしに下の上の端でこう操作できひんやろって言うんですけど、そこはね、自分流を通そうとするんですね。宿題もね、まあ単純な足し算引き算とかね、あるんですけど、パーッと計算は早いんですよ、うちの子。まあ単純なんで、足し算引き算なんで誰でもまあできるんですけど、パーッと解いていて途中引っかかるんですね。引っかかったらこう飛ばすんですけど、答えが10何歩とかね、20何歩とかやったら、その1だけ書くんですよ。で、次の問題飛ばしていって、で、またその問題に戻らんとあかんのに忘れてもうてね、答え1のまま出したりとかね。そういうね、なんていうかな、ちょっと変わったやり方をするんですね。マニュアル通りやらないんですよ。でね、まあ、嫁さんからするとね、毎回同じことを注意してると、海水パンツの、蝶々結びができないんですよ、未だにね。で、蝶々結びをこうやってるとやね、結び方を教えてる途中で、あ、わかったーって自分でやって、結局できひんまんま何回も繰り返すと。で、嫁さんも1回2回は飲み込むけど、3回目4回目同じこと繰り返すと、わー、どういうこと、ということで、つい感情が出てしまうっていう、それをね、何回も繰り返して、結局できひんまんまやと、蝶々結びができひんやと。あとね、保育園はね、ええ意味でね、かなりスパルタの保育園に入れたんですよ、うち。要は、行事ごとがね、もう毎回あってね、毎週あってね、そのための練習とか訓練とかね、そういうのをこう、ずっと繰り返してるような学校やったんで、まあ、覚えなあかんこともいっぱいあったんでね、すごく刺激的やったみたいなんですよ。ついていくのにやっとやったみたいなんですね。ところが小学校1年生に入ってね、やっぱり普通の小学校ですからね、みんなやっぱ横並びで授業を教えますよね。だからその辺が彼にとってはね、生ぬるいらしくてね、非常にストレスを感じてるみたいなんですよ、今ね。退屈みたいなんですね、学校がね。で、その辺のね、ジレンマとね、今彼はね、戦っている途中なんですけど、それは嫁さんから聞くんですけどね。でも自分を振り返ってみてね、
確かに小学校の低学年、まあ、1年生2年生とかっていうのはね、まあ、どうしても横並びというかね、まだ発達が、まあ、未発達な部分があるんで授業っていうのはゆっくりしがちだと思うんですけど、その辺のところでもどかしいなと感じていた時期がありますね。まあ、僕は勉強は決してできる方じゃなかったですけどね、要領をつかむ、まあ形を崩すっていうのはすごく得意だった方だと思うので、まあ彼もねそういった面ではね技術職には向いてないなとまあ彼の個性を生かせるねところについていってもらえばね人生は明るくなるんじゃないかなと思います。まあとにかくね朝から子供のことでねもうこういうことがよくあるんですよね。まあ日々学ばさせてもらってます。以上です。ありがとうございました。はい、おはようございます。キクチャンネルのキクちゃんです。今日はね朝ね脳科学者の中島信子さんかなかなんかの動画が YouTube に上がってたんでね、その人の動画を見てなるほどと思ったことを一つちょっと言いたいと思います。まあ学校でねよく問題になってるいじめね、いじめはダメだとかね、いじめはやっちゃいけないよっていうのをね、まあ教わってるのは当然だと思うんですけど、人間の脳科学的にはいじめっていうのはどうしても起きてくるらしいんですね。それは快楽物質が出るかららしいんですよ。どういうことどういうことと思ってこう動画を見ててね、いじめの最初の取っかかりっていうのはね異分子排除らしいんですよ。要はね自分と価値観が合わないとかね、変わった人っていうのは人間異物感を感じるらしいんですよ。違和感を感じるらしいんですね。でそういった人を排除しようとする、それって人間の脳科学的にねゴミを捨てるのと同じような感覚らしいので、部屋をきれいに片付けるのと同じ感覚らしいんでね、快感を感じるらしいんですよ人って。でそれがエスカレートしてどん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 いじめになってるらしいんですけど、ひどくなってその要は人に当たったりとかするようになるらしいんですけど、これはねまあ、その先生曰く言葉では言ってないですけど、結局体感物質を出すもんなんで抑えるのは難しいって言ってましたね。だって考えてみたらそうですよね。キリスト教のね異教徒弾圧とかね、十字軍の編成とか、あんなんも確実魔女狩りも確実にそうですしね、あと今で言うまあね第二次世界大戦のユダヤ人の虐殺ね、ホロコーストとかね、あの辺も完全にね、要は民族至上主義っていうか、差別意識の塊ですよね。インドにおけるカースト制度もそうですし、アメリカ国内のね、黒人白人問題、まあ、日本でもね、様々な差別っていうのがいろいろあると思うんですけど、根幹は一緒らしいんですね。快感物質を出すかららしいんですよね。わかるような気もしますね。でも、それに染まっちゃいけないっていうのもすごくわかりますよね。これだけね考え方が多様化していろんなことを個々のメディアで話せるようになって SNS が出て承認欲求がこれだけね出てくる世の中になってきてますから、異物なんてあって当たり前なんですよね。でね、異物があってもねほっときゃいいんですよね。しれっと無視したりね、通知オフにしたらいいだけのことなんでね、あなたは私と意見合わないわ、でもそれがどうしたの、うんって感じで別にいいと思うんですよね。わざわざ自分から排除する人って中にはいますよね。排除するために動こうとする人いますよね。まあ暇人だなと僕から見たら思うんですけど、多様化な時代っていうことがねやっぱりね、これだけ叫ばれてるのに自分のちっちゃなちっちゃな物差しで測ろうとする人が世の中にはたくさんいるなと、
まあ、脳科学的に見てね、快感物質を出すんで、なかなかその辺っていうのは、まあ、治らないんでしょうけどね。僕はそういう小さい物差しでね、測ったりっていうのは極力しないようにしてますね。はい。まあ、いろんな人いるなっていうような感じで、ある程度スルーできると思うんですけどね。まあそういったことでね、いじめるのには理由があるということですね。短いですけど以上です。ありがとうございました。